おやすみ旬と日本語みなさんこんばんは日本語教師の旬ですみなさん今日はどんな一日でしたかみなさんの週末はどうでしたかそうですねいや まだ本当に忙しいですよ。でも楽しいです。はい。えー、なんか毎日家具を買いに行ったり家に必要なものを見に行ったりしています。まあ皆さんも知っていると思いますが 日本のアパートは本当に小さいですだから家のものを買うときは本当に考えて買わなければいけませんアパートの中のどこに置くかどのぐらいものを置けるかを考えなければいけません はい、まあそうですよねうん本当にたくさんものがありすぎる家には住みたくないので本当に必要なものだけを買っていますだから例えば私のアパートにはテレビがありませんテレビは たくさんスペースを使いますよね。電子レンジもキッチンにスペースがあまりないので、持っていません。でも、テレビも電子レンジも、毎日の生活の中になくても全然問題がないと思います。 ものが少ないとこのスペースを楽しむことができますよねはいそうですね最近はいろいろなものを買ってやっと落ち着いて生活ができるようになりました彼女も毎日日本語学校に行って 私も仕事をして、ジムに行って、ポッドキャストを作って、毎日のルーティーンができるようになりました。はい、そうですね。私の、私のアパートは本当に便利な場所にあるので、とても生活しやすいですね。 毎日自転車に乗っていろいろなところに行っていますいやー本当に家があるのはいいですねはい今まではい、今までずっと長い間家がなかったので家があると生活が落ち着いて 自分の仕事に集中できますよねいや本当に今はこのアパートに住む、うん、まあ普通の生活かもしれませんが私にとっては普通じゃなかった生活ですねこの生活スタイルははいとても 楽しいですうんそうね週末には友達と居酒屋に行ったりキャンプに行ったりして平日は彼女と一緒に過ごしていますまあ今はこの普通の生活が普通じゃなかったので この生活を本当に楽しんでいますけど多分また旅行に行きたくなったりすると思いますまあ、でも本当に旅行に行きたくなるまではこの落ち着いた生活を楽しみたいと思います 落ち着いた生活をしていてもその中でいろいろ面白いことができますよね、うん、時々旅行に行ったり友達と遊んだり新しい人に会ったりできると思います毎日の生活の中でこの面白いこと を見つけていいきたいですね皆さんは毎日の生活の中で何をしている時に幸せを感じますか毎日何をするのが好きですかはい気になりますねはいよかったら寝る前に YouTube のコメントで教えてくださいでは皆さんまた次のエピソードで会いましょう。じゃあ、またね。おやすみ。Words and Phrases 家具、Furniture 置く、To put 電子レンジ。 microwave 落ち着く, to settle down 集中する, to concentrate 平日, weekdays Thank you so much for listening. If you like this channel please hit the subscribe button before you fall asleep so you will not miss my new episodes. If you would like to listen and practice I have a transcript on my patreon page the link is in the description there you will be able to find the transcript for my other podcast japanese with shun as well thank you so much for your support and have a great night